皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は2019年12月31日大晦日です。今私は、首都高速を使って海ほたるに向かっています。海ほたるからは、日の入り日の出両方が、見ることができるということで、楽しみにしております。特に、今日も明日もお天気の方が、良さそうなので、日の入りそして初日の出を見ることができると思います。2019年12月31日大晦日の日の入り、そして、新年明けて2020年1月1日元旦の初日の出を、皆様にご覧いただきたいと思います。こちらは銀座ラナポリタン大盛りを頼みましたが、果たしてこれで大盛りなのでしょうか。私はダブルカツオ丼だったかな。カツオ節とお味噌がたっぷり乗っています。お醤油がサザエさんで可愛い。
ガーリッチメロン。1月1日元旦、海ほたるからの初日の出の映像です。3時間ほど寒空の下で待った初日の出の映像になります。2020年が皆様にとって良い年になりますように。もしよろしければチャンネル登録、評価の方をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。